で7曲覚えた昨日20時から23時半まで一応7曲やってで、いや本当は全曲やろうとしたんだけど無理だったのね、まあ、もう無理と思って普通にイベント終わりやししんどいしと思ってで、やめた昨日はで、今日は楽しい撮影の後にあれ19時ぐらいからこの時間まで残りの6、7曲ぐらいをやってました。昨日のはそんな難易度低くないんです、高くないんです、低いんですけど、どういうこと？そんなに、そう、昨日は大丈夫、今日のやつが難易度高かった。自分が想像してるより細かくて振り振り見て覚えるんですけど、なんかもう手がどっち、なんかこうなの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 かみたいな、そこも分かんないし、もうそれじーって見てたらもうこの時間だった。もう疲れました、お腹すいたしな。今日もらったお菓子食べてしのいでました。とりあえず夜ご飯はまだです。お菓子食べましたね。もう疲れ切ってます、私今本当に。いや、もっと前から練習しろやって話なんですけど、でもね、違うやん、いろいろあったやん、それまでにっていうので、なんかそんな練習しようって思い立たなくて、そもそもそうで、まあ今日のうちにやってたら明後日本番やから、そう、明日はちゃんと頭の整理してみたいなできるんで、そう、いや今日まで結構ね忙しかったんで、やること多かったので、明日はいっぱい寝てね、そうしようと思って練習してって感じ。もう本当に疲れた。イベント終わりで練習とか偉すぎ。なんかその流れの方が体も動くしなみたいな。そう、しかもそんな長くなかったしね、イベントもノリで。いやでもそうもう覚えなやばいんでさすがにと思ってやりましたけど、もう疲れました、本当に。あー疲れた、もう顔死んでるもんね。もう本当に今日はよく寝れそうです。昨日の瀬戸にも楽しさいっぱいでした。はい、昨日はイベントでした。最強フェスっていう鎌倉で、で1曲目がヘビーローテーション。2曲目希望的リフレイン、3曲目が蜂の巣ダンスで、ユニットで私は涙の湘南をやって、もう一つが君のカップリングウィズで、でその次が47の素敵な街へで、制服の羽で、久しぶりのリップグロスって感じのセットリストでした。なんか定番に盛り上がる8曲とイベントで盛り上がる曲とか感じ。あとは涙の湘南はなんかならではですよね、あのイベントならでは。初めてやったんですけど普通にややこしかった。でその前なんかあったっけ、お話し会か、お話し会もありがとうございました。衣装可愛かった。それが衣装クリスマスですよね。せなん。行って
良かったです。それは良かったです。来てくれてありがとうございます。そうそう、めっちゃ距離近くて、ファンの方とステージとファンの方の最前とかめっちゃ近くて、近いと思って後ろ下がろうとしたんですけど近すぎたから。でもステージの奥行きもそんななくて近かった、ずっと下がろうとしたのはここだけの話ねそうそうそうフ劇場より全然近い気がする、本当に近い。ワンチャンお互い手伸ばしたら届くよねみたいな感じ。ああ確かに、みんな立ってたからね、よりそう近くなったかも。あ、たくんさん、タワーありがとうございます。かわいいタワーありがとうございます。まあ、そんな感じで15日の劇場頑張ります。自主練お疲れ様、ありがとうございますでも覚えるまでは不安でいっぱいだったんですけど、覚えたらあいけるわって感じで、よかった、覚えてすっきりしました。あ、やっぱ下手がいい感じ。いやーまあそうですね、下手おすすめするけど上手にも行くのでって感じで、私いつも劇場上手おすすめしてるんですけど、今回は下手もおすすめできるって感じ。柱で隠れなかったらまあいいかなって感じなんだけど、上手も行くし下手も行くって感じでも下手かな、いやでも下手、6割下手ぐらいじゃない、いや 5.5 割下手、他が上手って感じ。ちょっと下手の方が多いかも。あ、真ん中らへんはそりゃいいですよ、見渡せるから。真ん中ブロックがそれはおすすめですけど、もしその順番遅めだったら下手かなみたいな。1月7日は全然知らない、セットリストもまだ決まってないと思う。どっちかっていうと12月27のやつは一応知ってるけど、まだ覚えてないんで分かんないって感じ。まあ一旦劇場は今回15日は下手側かな、上手でもいいけどみたいな感じ。いやでもね、下手多いんですよね。私こんな下手行くことないんですけど、多いと思います。眠い。ほんでも見るね。はい、そう、ひだちゃんの生誕祭なんで、お祝いしましょうね、一緒に。VR だから成果追いかけてみる。あ、よろしく。寒いから暖かくしてね。それな、今日めっちゃ寒い。
自分の笑顔引きつりすぎてちょっとおもろ。うちわとか持っていっていい？もちろんもちろん。でもひだちゃんの生誕祭だから、そのなんかひだやーみたいなあげると、その フライヤーみたいなのがあるときはそれもいいと思います。知恵熱出ないようにしないと。マジで久しぶりにこんな頭使った。そんな中ですが、サイリウム品3本でもいいですか？はい、見つけやすいです、とても。じゃあランキングを見ます。最強フェスでペンライト折れた、それはおもろ、爆笑、笑ってないけど、すごいあのおもろいエピソードですね。真顔の爆笑は怖い。いや笑ってます、内心。いや今も笑ってるしね。じゃあ読むね。13位、ひーくんアット、今日もかわいいよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ケンパアット、セリちゃんのイヤリングかわいいさん、ありがとうございます。おこと、ちょっと待って。13位、キティアット、せいちゃん練習お疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ススキのフライボーアット、今日も白いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、歌うハゲラチョアット、せりちゃんの、ネイル見せてじゃーんかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、マカロニ48アット、今日もせいちゃんが色白で安心しましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、ヨッシーアット、ゆっくり休んでねさん、ありがとうございます。ゆっくり休みます。8位、幻アット、せいちゃん公演頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ひのちゃんの中心アット、今日もセリちゃんのこと好きだよさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、マッチンアット、今日の前髪何点？20点、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、マサノブアット、セリちゃんクリスマスのお話し会行くよさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、中心アット、せいちゃんその黒のブラウス大好きだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、アマジの黒ひょうアット、遅くまで配信ありがとうさん、ありがとうございます。見てくれてありがとう。2位、7番目のおっさんアット、せいちゃん最強フェスすごく可愛かったさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は、タクアット、自主練後の配信ありがとうさん、ありがとうございます。たくさんタワーありがとうございました。はい、今日もありがとうございます。あと4分アフタートークします。なんかめっちゃ壁と同化するぐらいなんか発光してる私の顔。ほら、壁に目と鼻と口ついたみたいになってない？今。まだマカロンちゃんグッズ発送通知来へん。それな、ちょっとマジで首長くして待っててください。根性で風邪ひかないでね。それな、マジで知恵熱出そう。でも本当に気をつけます。湯船にゆっくり浸かって、美味しいもの食べて、もう歯磨きしてお風呂入って寝まーす。
湯船入ってとお風呂入っては一緒やけど、一旦疲れた今日、昨日と今日で。なんかそうなんですよ。お風呂で寝ないでね。はい。めっちゃお風呂の中で寝ないで寝てくる。寝ません。私そんな意外と半身浴とかあんましないっていうか、そんな長く入らないんで。なんかお風呂に携帯持っていくのあんま良くないって書いてて、どっかに。でそれでそうなんやと思って、あのあんまりお風呂場で携帯触らないようにしてます。あの携帯落とす、水没させるのも大変やし、あの暑くなったら充電の持ちがどうとかなるからね、ってな感じで。あ、MJ セリーちゃんのアバターゲットできたよ。ありがとうございます。ゲットしてくれて。私はまだまだです。頑張ります。クマタワーとのツーショットじわる。iPad なら沈めた。やば。帰って先寝ますか。寝落ちしそうではある。でも寝落ちしたらいろいろめんどくさいんですよね。後悔するし、うわーってなるんで、早めにお風呂入ります。それでは今日はちょっと本当に自主練が長引いたせいで20分しかできなかったんですけど、見てくださった皆さんありがとうございました。公演頑張ります。皆さんもお仕事頑張ってください。わら。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさーい。